ボルボ C30 はボルボカーズがかつて販売したシューティングブレーク型の自動車。発売当時、ボルボの乗用車ラインナップ中最もサイズが小さくエントリーモデルに位置づけられていた S40、V50、C70、マツダアクセラ、フォーカスと同じフォード試験で開発されたフォード C1 プラットフォームを使用しており、欧州では C セグメントに相当する。 C30 の源流として2000年に発表し北米国際オートショーや東京モーターショーなどに出品した SCC がある。このモデルは名称の通り最新の安全技術を盛り込んだ純粋なスタディモデルであった。しかし、この時すでにベルトラインが張り出した2ドアハッチバック、特徴的なガラスハッチといったデザインエッセンスが盛り込まれていた。2006年の北米国際オートショーで C30 デザインコンセプトを出展。同年のモンディアルドロトモビルで量産型が公開された。フロントマスクは近年のボルボを踏襲したデザインで、リアのデザインはかつて販売された P1800ES や480を彷彿させる大きなガラスハッチが埋め込まれたテールゲートが特徴となっている。エンジンはガソリンエンジンが1.6リットル時か4。 1.8リットル時か4、2.4リットル時か5、2.5リットル時か5ターボ、ディーゼルエンジン二2.0リットル時か4、2.4リットル時か5と多様である。また、1.8リットル時か4エンジンには最高で、エタノールを85%まで含む、アルコール燃料に対応した、バージョン、フレクサフーエルがある。トランスミッションは速および六速 MT、五速 AT で、 駆動方式は FF。安全装備として、デュアルエアバッグ、ABS、ESP、TCS を装備する。2007年7月、日本で発売。導入されたのは2.4リットル自家後、2.5リットル自家、5ターボのガソリンエンジンに5速 AT を組み合わせた、モデルのみ。2.4リットルモデルにはベーシックな、2.4i。アクティブと装備を充実させた ISE、2.4ISE。 2.5リットルモデルには T-5 のグレードがあり、価格は285万円から387万円。また、北米では2.5リットル自家コターボエンジンを搭載する T5 の6速、MT 使用1グレードの展開である。2009年2月27日本国に設定されている2.0リットルエンジンに DCT 式の6速 AT を組み合わせ、 MTE 的な操作を可能にした 2.0E シリーズを日本市場にも追加した後継の V40 の導入に伴い2012年で生産を終了し在庫販売となっていたが日本では2013年8月に販売を終了する2007年11月に中国上海で行われるミシュランチャレンジビバンダムにディーゼルハイブリッドシステムを搭載したプロトタイプが参戦する予定である 横から見たセマコンセプトアサンカチッソのタンク3種類の C30 コンセプトが2006年のセマで発表された他にセマで発表されなかったコンセプトカーに C30PCP があるそれは2010年にスウェーデンのポルストル社によって開発された4輪駆動で STCC の車両に似た車体で T5 で吹き上げる2.5リットルターボ下級エンジンを 備えており 405HP を出した。青の印象的な色合いに仕上げられていた。車両はコンセプトのみであったが、2011年7月時点において、ボルボは限定生産を検討しているとされる。詳細は、ボルボリーチャージを参照リーチャージコンセプトは、ボルボカリフォルニア開発センターで開発された C30 のプラグインハイブリッドカーである。 2007年にフランクフルトモーターショーで発表された4気筒1.6リットル複数種類燃料対応エンジンと電気モーターを動力とする蓄電池のみでの走行距離は 100km で満充電は3時間かかる最高速度は時速 160km であるボルボは2012年に欧州で量産型プラグインハイブリッドの C30 を発売する予定である詳細は ポルストルを参照 C30 ポルストルコンセプトフロント C30 ポルストルコンセプトリア2010年にポルストルはバルボ C30 ポルストルコンセプトを発表したが市販はされていない EN プラグインエレクトリックビークルも参照2010年パリモータショーで展示されたボルボ C30 エレクトリックボルボは2009年9月に初めて運転可能な電気自動車である C30 試作車を発表した。改良された試作車は2010年のデトロイトの北米国際オートショーで展示された。2010年のパリモーターショーでコンセプトカーは C30 ドライブとして展示された。C30 ドライブは2011年度のグリーンカービジョン賞の最終選考に選ばれた5台の中の1台だった。スウェーデンにおける C30 エレクトリックの行動試験は主にボルボの内部で2010年第4半期に50代で行われた。C30 エレクトリックは同様に家族が協力して6ヶ月間できるだけ気候に賢く生活をするイットンライフ計画の一部だった。C30 エレクトリックはアメリカのエナードルが供給するリチウムイオン二次電池を備える。ボルボによると最高速度は 時速 130km で 050kph の加速は4秒である。C30 エレクトリックは家庭のコンセントから7時間で満充電できる。最大走行距離は 150km である。蓄電池は通常燃料タンクがある部分と同様に C30 の中央トンネル内にも設置され、それにより荷物部分の容量は変化していない。 蓄電池の安全性を調べるための C30、エレクトリックの全面衝突試験 C30、エレクトリックは3種類の温度調整装置を備える。一つは乗客への暖房と冷房を供給。もう一つは蓄電池パックに冷却。または、加熱が必要電気モーターとパワーエレクトロニクスは、水冷式である。車内への温度調整は蓄電池電力による、冷暖房化。 バイオマスエタノールによるヒーターを運転者が選択でき、エタノールタンクは初期設定で14.5リットルのバイオマスエタノールを運搬可能である。ボルボは陶器の低、摂氏20度の気温の状態で C30 を試験した。C30 エレクトリックの生産は2011年6月に始まった。ボルボ C30 エレクトリックの車体はベルギーのヘントの標準の組み立てラインを使用して、 生産され、用手彫りまで運ばれて、モーターや蓄電池や他の電子機器を搭載される。ボルボの計画では、C30 エレクトリックを法人の顧客や政府機関を主な顧客に予定している。2011年第3半期に、2012年末までに約250台を生産し、市場の立ち上がりで可能であればさらに多く生産する予定である。 合計100台の C30 エレクトリックがアメリカに出荷され半数は西海岸で、残り半数は東海岸に出荷予定である。ボルボは企業と政府関係機関を主要な顧客と位置づけ、アメリカで毎月約 2100US ドル、欧州で毎月約1500ユーロでリースする予定である。この値段は2011年の時点で他の入手可能な電気自動車よりも 大幅に高価であるがボルボはこの値段は限定生産の自動車であるので適正な価格であると説明するウィキメディアコモンズにはボルボ C30 に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。